ああ、そういうこと。へえ。あとは単純にもう物価がぶち壊れてるから、なんか、ちょっとしたものが出れば、その武器明細とか、オフスとか出れば、多分600円とか出れるし。え、そうなの？うん。今、高いやつ 3G とかしてるで。そう、だからそれでロビアクをこっちに買って輸入するみたいな。持ってないロビアク買ったり、持ってないアクセ買ったり。すごいな。これも、へいへいから100円も巻き上げて服買ったし。こっちの体型に対応してる服が何種類かあって、それを買いに行ったら土着と高かったっていう。買えなかった高すぎて。で、安いのでも100円ぐらいするから。頭悪いわ。結構いいの買おうとしたらさ、するから。なんで？エクスケさんはエクスキューブいっぱいあるんで、資産はあるはずなんですけどね。2万個とかあるんだっけ。エクスキューブ売るのめんどくさいだろ。 NG も多分キューブ自体は結構あるんじゃない。俺何も売れへんから、多分物はいっぱいある。基本的に消耗品、俺も NG も売らへんから、うん、めちゃくちゃあると思う。 NG エクスキューブをグラインダーに変えてグラインダーを売るらしい。 NG に関してはさ、服とか多分武器明細とかあんまこだわりないからさ、そう手放せるんじゃない。高かったら売るんじゃない。普通に高いやん売ろうって売る。俺結構愛着あるやつ売れないタイプだから。売れますけど整理下手くそか。もうパソコン売り出したよ。早いよ。早くない。やばいよ。え、一番なんか一番上のウルトラとかしてるからとかじゃないの。あ、いや違うやろ。もう何のゲームでも売れるからな。売れるから。微妙なの。これ、M を押したらマップ、全体マップ出るようにできへん。できる。今多分 N が全体マップやと思う。N がちっちゃくない？なんか。これ、ワールドマップ開きたい。ワールドマップは F10 だね、多分。F10 だっけ、最初。あれ、設定で変えられるよ、M に。そうです。でも、俺、戻したわ。M 普通のマップにして、ワープ使うマップは F10 に戻したわ。あ、ワープを使えるようにするのは F10 ってことね。でかいマップで見たいの。だって、そっちであれだと見れないもん。なんだあの、ね、動きながらできない、操作できないからさ。そうだよ。俺はもう最悪 M でマップ、でかいマップ開いて、そのまま走って、真ん中見えないで。へへがダブル使ってない？デラ上げしてんの。どうすこれ、サブガンダーがいいかな。テッカーでいいんじゃない。そうそう、できテッカーでいいキャスになったんすよ。関して弱点つけるな。なんだこいつ。今日なんかアギとインしてたよ。マジ？うん。あれ知らぬいが画像上げたやつ？知らぬい。なんか、まあ、誰かが上げてた。誰かが上げてた。どこで彼氏？レベルいくつの？こっちはなんかタスクやろうとしないけど。ああ。これどこでタスク？なんかね、タスク一個一個選んでなんか指示出せばどこ行けって出るよ。なんか白い案内が。どこにある白いのあるっけ。マップ上に出てくるのと、あとそのマップに行けばなんか場所バグラス山。G だと思う。バグラス山ランク2とかじゃない。ん？黄色のやつ？ちゃうの？あれ？知らったっけ？マグナス山でエンハンスのエネミー倒したから、なんか普通のタスクだね、それ。それ今湧いてないんだと。湧いてない？うん。なんかでも湧いたらね、その番号ついてるじゃん。白四角1、白四角2って。湧いたらその番号つくよ。
回ってれば多分案内出るぞ。うん。まあ、4アーマーのさ、43V 揃えてる人の動画見たけどさ、クソ硬かったね。そうだよ。うん、ドラゴンのなんかダメージ大体10しか食らってなかった。クソ硬かった。こっちの防具ってこと？そうそう。ここで出るやつだね。俺らのいるとこで出るやつ、ビアルとアーマー。ああ、硬くなるやつか、ダメージ。そうそうそう、硬いやつ。そんな変わるんだ。うん、ハンターでやってたけど、わ、急にバーストするやん。これか。出る。ビアルバーマ。結局、硬さを取るか、ダメージを取るかってやったら硬さを取る。そうだね。このゲームはダメージ取っていいと思うけど。だから結局、セザーが一番いいんだよね。ユニットでのリセットして、硬さだけだから。うん。おお、上から爆撃して、上に登ってくるんだけど、こいつら、なんだ。ユニットでそれ、テクター？コースまだ16なの？そうだよ。俺20なのファイターとハンターだけだよ。え？こんなやってんのに？やってないの？ずっと放置してるから。あんまやってないかも。あのね、懐かしいフレンドとかとよく喋ってるから。狩りしてない。なんかチャットばっかしてる。変なやつ。ヘヘヘはめっちゃやってんじゃないの。ヘヘヘもなんか放置してる子多いか。ザコどうだよ。あ、でもね、あれだよね。結構緊急毎回言ってればレベルすぐ上がる気がする。いやいや。じゃ経験値いい。緊急だけで経験値賄えるぐらい。緊急1回7万ぐらい入ってないなんか。はいはい。19レベルで緊急しても5、6回行けばレベル上がるんじゃん。全然。案内が出る。え、これ10匹も倒さなあかんの、さっきのやつ。そうそう。全然出ひんやん。出るときは出る。まあ、なんかね、いっぱい出るイートラがあるんだよね。結局これ、いいのとこ回っときゃいいってこと。そうそうそう。ただ今、3人しかいないマップだから、人がいるマップに行った方がいいかもね。帰ったらいいってこと？いや、帰らなくても、あのタワーのとこでルーム移動ってやって、同じセクションを検索したら人数いるとこ出てくるから。あ、間違えた。バグナス山のとこの人置いとくて。ここで来ちゃダメですよ。そこで来ちゃダメ。あ、間違えた。せやけど、これバグナス山の人置いとこ。同じセクションのルームを絞り込むオンにしたら今いるマグナスランク2しか出なくなるから、それそうそう、それ同じセクションにしたら研究所しか出ん。あ、マグナス山にともなあかん。そう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 、今研究所だから。まあでも研究所のもタスク終わってなかったからそっちでもいいんじゃない、先に。そうなん。あ、これか。うん、これや。俺らのとこ入ってこれるよ、研究所が。まあ7人だね。ルーム移動でチームメンバーのいるルームを絞り込むで、チームメンバーいっぱいいるから結構出てくるかもしれない。あ、ほう、多分4つぐらいしかないと思う。一つしかなかったけど、しかないじゃん。もう寝たか。結構ライトな人多いよね、勝つのもや。確かに多いかもしれない。だってなんか夕方とかさ帰ってきてみてもさ、うん、誰もいねえもん。勝つのもや。そんなことで盛大とヘヘヘとビクセンぐらいしかいない。ビクセンは強いと。来週から俺もいなくなるから。そう、死のう。盛大、もうなんか、左遷食らって、もう終わるらしい。あの、夜、多分11時とかに終わって、帰ってくるのが0時とかになるから。多分もう何もできなくなる。長なるってこと？
残業が増える。ええよ。ええのか。よくはない。むしろ悪い。やろもやろ。みんなほどほどに火力高いからさ、フォトブラスト打つ暇ねえんだけど。でな、普通にぶっぱしにも。いい組んでるけど。組んでますけど、パーティーこっち。NG 以外の双曲がパーティー組んでますよ。これパーティー組んでたらなんかあるん？あんない、今多分ないと思う。なんかあればいいけどね。ボイチャーのためのパーティーじゃん、もしかして。ああ。金の箱あるよ。ああ、今日そこあったな、そういえば。なんか日替わりで結構金の箱があるらしい。ボトンヌンチャク。ボトンチャンク。決めさえ変えよう。切る手だ。はい、みんなどこ行った？ E の方行きました。E のところ。オッケー。感度すげえ高いよ。感度落としてください。来るんだけど、だけどって。来るんだけど。お、うわ。落ちるんだけど。めっちゃ行くじゃん。来るんだけど。一番最初に殴ったからだよ。大蔵でリセットして取れやあんたがよ。ハンターいないんじゃない？ちなみに俺のハンターは僕ら振ってないです。キー君だわ、ハンター。これ10月まで来れなやばいな、このゲーム。10月？7月？あ、そんな早い。来月なんかあるらしいよ。再来月もなんかあるらしい。うん、7月、8月は1個ずつラフである。で、冬に大型がある。予告緊急な、今んとこ。いや、突発緊急な。まあ、突発の部類に入るかな。交互に来てる。2種類あって。ああ、はい。緊急の種類がどう、それが増えるってこと。うん、増える。うわ、経験値めっちゃ上がった。いいの、イルタ向こう頑張ってんの。向こう頑張ってんな。イルタはテルハラを頑張ってんの。あいつ頑張るもんでもなくない？ヒーラーやぞ、あいつ。あ、そっか。ヒーラーだと相当時間かかる。4段までしかできない。大砲欲しいわ。欲しいって？大砲。カトラ大砲、買えるかな？あんちゃん。バースしましたけど。バース早いね。ベアドロップ出ましたけど。やったじゃん。ビアールとアーマー。パッピケチョウ、パッピケチョウ、パッピケチョウ。美味しい。美味しい。結構やってるね。さっきとか、ポニーブロックの方いたからな、おしゃき。
これ金12円しかくれへんのどうにもなれんの？ほんとくれよ。36円、24円入ってますけど。なんで、なんでそんなパワーのプレミアやから ?3、6、4、8、12、12。12、3、6、12、12。そのうち桁が増えるでしょ。あ、メセダの取り扱い結構慎重なんじゃないかな。うん、誰か落ちた。相場がぶっ壊れたらね。じゃあ外してますけど。どこ行った？今外してたよね。は？立ってはいた。当たってんのあれ？うん。ドリアタイミング最悪なんだけど、ウィークワールド外れたタイミングで打っちゃった。めっちゃ頑張ってるじゃん。1日3回ってやっててるはる。だる。何1日3回勝負？ボス剣、レイド剣がいっぱいあるから多分。あー、てるはるってボスレイド剣って1人レイド入場剣だね。あー、なるほどね。結構ガチャとか課金のパッケに入ってるの結構買ってるからやつは。20個ぐらいあるな。毎週取れるし。あれ、ヘヘヘだっけ、なんか突然やってたとか言ってたの。そうなん？はい。やんない。あれでも、スチームとか来る前なんで、思わない。古い。今パッケ買えばもう、ほぼ同じランクですよ。買おう。いやー、トスはもういいかなぁ。で人いるんすか。お、このゲームより多いぞ。あ、本当っすか。騙されるな、絶対騙されるな。騙された負けだよ、このゲーム。このゲームってか。あ、痛い。こっちとあっちでやってたらバーストしやすいとかあるん？わかんない。どう分かれてるの？そう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 。だから湧いてるとこあるやん、他にも。うん。あ、でももしかしたらそれぞれ分かれてなんか殲滅してると早い可能性もある。そう。それは一生ボス巡りしてるんでしょ？あれ？このゲームのプロはみんなボス巡りしてるらしいです、うん、な ボス巡りって何？ローレンボス巡り。20分ぐらいでもおらなわけんやろ。うん。大体ソロでやってる人はその場にずっと居続けてる。湧いたら倒して、湧いたら倒して、湧いたら倒して、昨日へへへと2人でローレン狩りしたけど。そうなんだ。そういう人か。入っていましたね。うん。その場で待機してて、出たら攻撃してる。待機ってあれ、もうほんまに止まってるの？止まってる。そのローレンが出るところで一緒に止まる。じゃあみんなのローレン借りしてたの？全部。え？俺ら二人でいるのを待ってた。いたらそっちに飛ぶみたいな感じでやってる。二箇所ぐらいで待ってってこと？回るってこと？マップの上下で分かれて、いたらそこに飛んで、でまた探し出して、いたら飛んで、一人やるんだったら、本当その場待機が安倍かもしれない。他のやつ倒されちゃうかの、倒される可能性もあるから。
あれ、あの近くで放置してもいいんじゃないですか。もしかしたらあいつら放置かなとか思ったんですよね。放置感倒してくれて。確かに。だとしたら多分ダイダル付近だな。放置する。そうっすね。ダイダルソウルが一番うまいわ。百何十系とかで売れるんでしょ。研究場でエンハンスエネミーを倒すと全然は誰上がれないけど。イートラが出てきないよ。お前ここ出る？出る。出る。なんか変なね。なんか降ってくる。核みたいなのがついてるやつが。降ってくるイートラは結構。ラッピーや。あ、でも来るときは立て続けに来たりして結構すごかったです。エヌグラインダー美味しい。もうすぐ1000個に到達しますけど。はい、しました。研究所のなんか隙間でリーベを放置してたから、ね、バレへん。わからん。だから多分なんか来た人がどんどん抜けていくんだよね。あ、こいつ放置やわみたいな。そうそうそう。さらされるな。これないんだよね。すれないの。なんか進んでないっていうか。新しいスレー立ってんじゃないの。トスのさらしスレも NGI してるで終わってたし。トスでも有名人やってたんですか。違う、勝手にファンが増えてるだけだから。レベル上がれへん、全然。これレンジャー20とかになったらもうやる意味ないやんな。レンジャーをサブ上げたら。サブ、いや別にメインやっても XQ ベテに入るから。武器の強化には結局、そのカンスト時のレベルアップボーナスがいる。あ、そうなんや。うん。まあ、あんまり、今現段階ではあんまり。まあ、全キャラ20にした方がいいやろ、要は。うん、そうだね。クラスボーナスとかないじゃん。ここはなんか、いや、だから、まあ、レベルアップ X キューブで装備の強化に使いますけど。潜在レベル4開けられないですよ。全キャラ20でしょ ?20 で。まあ、その辺のボーナスはないけど。取れないとやる気を置けなくない？わかんないよ。後出しされるかもよ。うわ、1からやーってなら誰ない？あ、これエンハンスいると思う。見えないですけど。これや。うん。2って書いてる。2匹はいる。このガラゴンもそうだ。このイートラの時は絶対2匹ぐらいいる。避けたぜ。アイダルの背中って壊すにあるんですか。あんない。これはフォースとかだったら壊してる。壊しやすいし、ウィークバレットなくても一応クリティカルで青いあれが出るから。はい、あ、確かに。遠距離だったら、まあ、攻撃するから、さっき。なんでこれ、ロックが。いけるの？
こうなんや、こいつは。一匹や。ここ登らせるのやめてほしい。ここ登らせなければな、バンホール救急全然マシなのに。研究所来てる理由は、ビアドルトセイバーのプリセット装備落ちるからなんだよ。そうか、結局プリセットアタックじゃなくてテルミナの方がいいみたいな、なかなかった。そうなんだ。テルミナってクリティカル威力ですか。そうそうそう。まあ、結局クリティカルなやつは最強みたいな。クリティカルゲーやぞ。クリティカル発生じゃなくて威力の方ですか。ってことはクリティカル発生が上昇するリサージの方が強いってこと、うん、多分リサージュでそのクリティカル系のが強いみたいな。そう、マジっすか。ああ。あれだったね。なんか組み直してください。26秒とかだったね、夫人。職なんでしたそれ。もちろんファイターですけど。ダブセ。ダブセ。あとで登山します。ツイッターにあった外人だったね。外人、YouTube じゃないですね。うん、ツイッター。いや、お優しいリコ様が大体リツイートしてるから。何ですか？大体リコフォローしてたら、情報は手に入る。ちょっと害悪だけど。害悪だと。害悪を真に受けないで流せる人だったら、情報だけは手に入る。リコ呼び出そうぜ。リコ喋れへんかな？え？喋れへんかな？人狼でも喋らないらしいですよ。やばいや。意思の疎通できへんから釣ろうぜ。やる意味ないでな、マジで。そう。楽しいから。楽しいじゃん。みんなとワイワイやってるっていうなんか実績っていうかあれがなんかいいんじゃない。よくないや。楽しいこうワグ。ボランティアじゃないよ。俺全然出ないんだけど。出しすぎじゃない。リサーチでなんかいいの出さなきゃいけない。テル、なんかクリティ、リツネさ、出さなきゃいけないでしょ。リサーチって何から出んの？全域で出るらしい。あんま出ないよね。なんかあんま見ない、ね。決まってんのかな、リサーチのこれはここからしか出ないみたいな。武器種は。ローレン？いや、ローレンでも出るけど。32人マルチの部屋からじゃないと出ないもしかして。あんまりこの8人部屋で出ない。出ないよね。リサージュ全然見ない気がする。あ、でも、このゲームも誘ってきてね。レザルはなんか出てた気がする。そうっすよね。このゲームもう誘ってきてるやって。マジ？花から誘ってますけど。まあ、やることないもんない。正しいと思いますよ。正しいと思いますよ。プトリってこんなペースじゃないでも、うん、なんか。そうだよ。だから後から本当は何年か経ってからまとめてやるのがいい気もするけど。プトリってこんなゲームやんな。うん、マジで。結構。ガチでやったら1週間とかで終わってしまうみたいな。めちゃくちゃやっぱ人増えてたのヤマトの時だよね。プレステ4。ああ、プレステ4の時やな。うん。めっちゃおったもんな、ほんま。めちゃめちゃおった。どっから湧いてきたね、みたいな。でも、7番台ってゴールデンタイムさ、なんていうの、標準、サーバーログイン時標準とはなっててもさ、入ってみると結構マインのブロックいっぱいあるよね。まあその辺の変なゲームに比べればまだ全然多い方で。でも軽くなったのマジで。めっちゃ軽い。だいぶ対策できたらしい。まあこれで終わるの。人が減ったからなのか。まあ人は、これ人は一定ちゃうでも。減ってそうな気がするな確かに。そうなんや。うん、まあ、ワンキャラ20したしみたいな。
って10差もあるからな。誰も当たってない。まあ、10差はあるけど。ちょっとか、お前2つしかサーバーないけど合わせても1000人いないからな。実は得しない。1000人いない。1000人いない、うん。1700人って言ったらね、ダルクは。ああ、そうプレイヤーがじゃない。アクティブはいないでしょ。分かれた。やるとセイブあれでしょ、冒険者日誌とかでしょ、多分。ああ。サブアカとか含むでしょ、あれ。露天キャラ含む。で、宣言の100倍でしょ。普通に動いてる人よりも露天キャラの方が多い気がするんだけど。街で放置してガチャ引くのが言ったわけなんで。パンニャコったのあの人じゃなくて ルシア。ロボットガチャ引くのはロボット。僕今日もがっかりしてたわ。毎日ガチャ引いてる。パンニャコットはなんか聞いたことあるな。まあ結構古くからあるからな。アンネームドプラネット。あ、なるほど。うん、そうっすね。あ、死ぬ、僕らあったんだっけ。いや、あ、最初3つだったかな。そのうち増えたんですよね、確か。最終的に4つだった気がしますけど。もう自分が何のサーバーだったか覚えてないですね。まあ、多分聞いたことあるってことは、パンニャコットと一緒だったってことだよね。これマグナス山行ってくるんで。はい。はい。これこのままマグナス山飛んだらいい。飛んでいいよ。マグナス山からルーム検索したいか。そうそうそう。そしたら同じ部屋で見れる。同じマップか。このゲームはライトユーザーがめちゃめちゃ多いよね。やり込むっていう感じではない、ね。本当にコアタイムだけちょっとやる。ずっと PS3 バースした。入った瞬間。ロード長い。遠いなまた。SSD です。昨日せいだい SSD 入れて回線早いわーってロード早いわーとか言ってたら落ちたから。一人だけ。そうだ。緊急みんなで行ったのに一人だけ落ちたからな。固定組んだ意味なかった。ESE バースワンチャン。ごめんなさい、今遠いからな。ごめんなさい、クライマックスしてる。この研究所が一番だな。ドローンがうめえわ。一番。急にどういうのがバレるんじゃ。を表示する設定ってどこにあるか分かる人いませんかね。え、出ないの。まあでも一瞬しか出ないからあれなのかな。わかんにくいのかな。足埋まってたけど。これシステムメッセージ消されへん。システムメッセージはだけ消されへん、まだ。あ、そうなんや。そう、待ちかな。あ、ちょっと変なこと聞く。これまさかこれも出にくいモードだな。エンハンスはそうじゃね。なんかトライアル系の武器だね。
さ、起爆させないで普通にチャージして売ってるのが強くね。アイテムパックがいっぱいになりました。拡張してください。それからなんかクエスト倉庫みたいなの勝手に入るから。かわいたちみたいに継続ダメ入るやつ。バーカってあれだよね。氷ですけど。氷の方。出た。出たぞこれ。だって溜まってる時以外別にチャージしなくない？だからそれを食べないでもう全部チャージで単発ずつ売ってるのが強くないかっていう。これはないんじゃないか。だってあまり止まるまでも開けずにそれと全く同じ動作して、それプラスアルファでダメージ出るんだから。まあ、でも単発ダメージは高いからね。一回倍出るって考えたらいいじゃん。でチャージ時間別に。そこまで長いわけじゃないでしょ。チャージしてるからピピ持つんだよな。チャージを連打するってこと？そうそうそう。あ、これ。ああ、それはどうなんだろう。7回飲んちゃうって、チャージ一発って起爆より、もう常時チャージの方がいいんじゃないかなって。ダメージ結構変わるんだよな。単発が120の。どうなってこれ。まあ、80か90ぐらい違うな、一発ずつ。起爆、まあ起爆、まあどっちか。起爆が大体500とか600ぐらい入るかな。意外と入るんで、バカにならない。それで PP 効率考えたらやっぱ全部チャージの方がいいな。起爆はもっと強かったらいいけど。PP 持たないからな。確かに。モンチャーは PP 回復しないから。このゲームさ、高くてないタイミングで絶対に PP 回復しないから。これで1か。いや、出たらしない。あ、1しかいなかったんでしょ。これは結構時間かかるな。か連続でトライアル引いたらすぐ終わるよ。あいつ、え？みたいな。終わり？違うのが終わったら、ユニットってさ、加減を上げた方がいいのかさ、それとも打撃の威力とか威力系上げた方がいいのか、どっちがいいと思う？これノーロン。ん？で、それフワットのやつから離れすぎたらの途中で終わっちゃうよ。普通に登ってろ。ディスティニーみたいにムカつくわ。え？このなんかマルグルに関してはディスティニーにだいぶ近いな。おっと。
岩井さん、ぐるぐる回ってましたよ。ん？今、ツイッター見た。このまたが崖に落ちてる、ファイルは。トゲ生えてるんだ。セクセス。ロックオンできなくなるって前も誰か言ってましたよね。マウスに割り振ってますけど。ロックオンが見た方向してくれへんのが嫌やわ。見た方向してくれるっていう設定にしてないんじゃないのこれ。いや、なんか。弱点にさ、ついたらええのにさ、なんか変なとこつけへん。ロックできる場所は何箇所かあるからってことかな。やばらしい。それかなんか、ちょっと動かしたらそれがずれる設定になってんじゃない。初期は多分そうなってると思うけど。一回したとこからは外れない設定はあるはず。いや、壊れるから外れやろ。あ、V 破壊とか外れる。せんな。やばそう。バフせえやん。なんでなん。例えば魔術様とかもおるやんて。へえ。イメージみんな帰ってきてるやん。たかしは？え、たかし見ないね。前なんかツイッターいいにしてたけどな。なんか勝負だぞ。誘われ待ちちゃうか。それかあれか。ワンチャンスペック足りないやつがある。もうどうやって飲むみんなこれ。なんかソニーもさ、なんか こっちのグラフィックにアップデートされた時があって、うん、その時に結構低スペでなんかさよならしたらしいから。そうだろ。だってアカネちゃんとかもそうらしいよ。それにできなくなってもうツイッターで生きてるらしい。そうなんや。ツイッターやってん。やってる。誰がして。え、誰がして。ツイッター見たよ。だあるよ。なんかおることか知らないが殺して。マニアとか余命の話どうなったん。亡くなったん。いや、亡くなったんじゃない。亡くなった。今年死ぬかもってなる。じゃね。え。これもう10匹行くのもすごい時間かかるやん。緊急警報発令。結局あれいけるようになったん。いける。間のは大石らきがミスったらしい。そうなの。セクセス。あ、おしろ星4もマジで俺しか出てた。あ、俺出たわ。俺出てなくて出たわ。2個出たわ。これどうぞ。1個連ですけ。2個出めして。連続して出してるじゃん。まだ2個なんですか。まあでも。え、これ倒せんの。リセットついてないと悲しいことになるね。それはそうなんだよな。リサージがマジで全く出ないわ。
ね、マジでやっぱ32人部屋じゃないと出ないとかない？だこれこいつネザルモリーじゃないと出ないとかそういうパターンだけやってた。それはあるかも。だから膝に生えてるよ、こいつ。モンスによってそれ決まってるから下がってるとこ。あっち向けよ。なんなんこいつ、なんでこのガキ行で戦うの。これイサージュレゾルモリじゃなくて出ないパターンだな多分。やばい、ほらほらみんな押していった出たっていう報告もあるか。なんだろう。チャーパリ欲しくない？どういった、どういう人なのこれ。リサージ出てるじゃん。本当だ。アイダルかな。アイダルは出るね。スドロかリサージュ。割と真面目にローレンだったらとかっていうのありそうだな。いや今もう普通のボスだから。普通のボスドロなんじゃない、わかんないけど。なんかその例えばダイダルだったらさ、あのドルールだっけっていう種類じゃん、うん、そういう種類によって分かれてたりするのかな。分かんない、どうなんだろう。ボスの種類によって何が出るかっていうのが分かれて、そのボスが出ればどこでもっていう感じなのかな。じゃあ今ので言うと、ダイダルソードだったらランチャーってこと？ソードでランチャー。ダイダルソードだったらランチャーとなんとかとなんとかみたいな武器種なんとか武器種みたいな。でダイダル系と同じなのは武人とか。ドールズは武人。はあ？なんで？ダメージどれぐらい出てんやん、みんな。どれぐらいとは。ダメージの話してるんですけど、こちらを。これ出るかな。レンジャーでしょ。うん。フォアの弱点に35から40ぐらい。通常？通常？通常。通常がだから30から40から50かな、こう連打してる感じ。50みたいな感じで連打してる。ドールズのコアだね、黄色いところのやつ。今それぐらいです。だから多分 G よりも複数は性能いいやつはアトラだから、射撃ボールのアトラだから16、17ぐらい。それはあれだね、コアがまだ出てないんですよ。頭壊して、頭がはげてコアが出たら、多分。あ、でも、そんなもんか。このウィークパレットあるかな。え？あったらもうちょい出るかな、俺。緊急のブレイクの。ウィークパレット付きとかだと3800出るね、ブラスト出るね。
緊急行かなくなるんじゃん。おどうした。コアにバーダ800ぐらい入ってるな。わ、バーストした。このバースト終わったら戻るか。はい。これどっち？ボスのやつ？マップ見ればわかる。マップ開けないや。ドラゴンですね。ドラゴンだって。ドラゴンはボスのやつ？うん、いや、全雑魚戦もあるやつ。あれか。あと20にしなくちゃいけないの、ま、何色分なの。いや俺今ハンターだけっすよ。20にしてんの。うん、全然レベル上げてないじゃん。雑魚ばっかりやね。ハンターハンターが好きなの。エクスキューブ何個溜まったの。あーっと3つかな。意外と溜まってるわ。緊急全部あれでいい。正直ここのことを考えると緊急はね、エクスキューブ集めてやった方がいい気がするんだよね。そういう、金色じゃん。次のレベルキャップっていくつなんですかね。じゃなかったっけ。35、35、うん、35で完走何回もやってエクスキューブ集めろってなると結構難しそうじゃない。まあその分経験値も増えるんじゃない。ああそっか、そんな変わらんか。逆に楽になるまであるよな。うん、そうだね。飛んでられないんだけど。終わりに。戻るべ。ちょっと帰ろう。マップ開いてセントラルシティですよ。オートカリーできた、いろいろ。スマホゲーやってください。うん、無料ガチャ。あ、そっか、もう無料ガチャしかないのか。あ、NG このゲーム SG スクラッチ毎日無料1回引けますよ。どうやってやろう。スクラッチを引くのところの無料スクラッチですよ。ショップからスクラッチを引く一番下。どうだ、無移動ブロック移動。あ、やった、服出た。ガローリアンマイ。お、メス服出た、メス服。じゃあ55周コーデ。どうやって？ショップ？メニューからショップ開いて。グラッチを引く？うん、の。タブが3つあって、一番下に。無料スラッチあるんで。その間のメンテから毎日引ける。ガローリアンマヨ。一緒じゃん俺。な、あとカナリアアンダーバー9アンダーバー5とかなんかツイッターなんか紹介してる人いるわ。え、宣伝すんだって。これ、55じゃないのか。そしたらこっちはよ、チェリルのツイッターやっとくわ。
あるっ誰やで喋ってるの。まだやってる。え、そこの人たち？この人たち誰？どこの人？誰やってんの？あれどこにいんの？本当だ。ここ。ああ、そこ？めっちゃいるじゃん。めちゃめちゃ多い。うん、何者なの？なんかゲームのキャラクターをこうキャラクリしてる人たちらしくて。大丈夫、大丈夫。なんか BL 系のやつらしいから、これ全員女ちゃうかっていう。これツイッター見てたら女になるんちゃうか。NG ツイッチのやつだろ。例えばあれしないの。君たち早くパーティー組みなよ。まず巻き込まれてないってなんか過去にもやってんのこれ。ペタとモモチミクロ入れたらいけないよ。こうやってミクロコタボチモモチとミクロンとペタモモチミクロン ペタって誰？ペタどこにおる？わからん。なんかチャットでノッてしてた。あれね、これワンチャンチーム一覧からでできんじゃん。学校にいないかもしれない。チームマンド、チームメンバー。ペタ？うん、ペタ。フレンド、OK かどうか聞くのはどうなの？あの、電気が入ってるだけで女かもしれないね。言うねえ。言うねえ。お前に何がわかるんだ？おい、なんか言ってるぞ。あ、知ってんの？俺らのこと。そりゃ、誤差までは非不明ですけど。主に晒しすれ的な意味で。トゥイステですか？もうこいつもしかして。おいおいおい、もうちにもいる。もしかして不女子。うちにもいるな。女子か？ももちももち女子か？セイダが狙ってるわ。明日から通話に来なくなって二人でやってるかも。これだって二人で行こう。F10 でマップをして緊急のとこをしてゲームして。もうやる？うん、まあ揃ってるからやるんじゃない。でターマル、なんかパスワード入れてターマルチ制限つけて、もう一回マッチング始める。 F10 を押して、うん、選んでクエストを押して開始する。でそうするとチームメンバー限定とか。ああ、はいはい、パスワード設定、はいはい、パスワードは漢字で装飾。パスワードなんでもいいから。チームメンバー限定、それは別に入れなくていいんだけど。そうな。パスワードとタマルチの制限だけつければ大丈夫。パスワード漢字で装飾。そうなにしてる。とりあえず仮でソマークは結構使われてた。知らんやつとマッチングする。やばい。数字も結構知らんやつ。これ俺やるで。じゃあ、うん、いいよ。はい、俺らも待って。どこであるの？48か。あ、はい。
なくなります。うちのお母さん好きデゼリフが面白すぎ。まあまあこれはよく知らん。これかあらめえママどんだけおかんと仲いいおかんとゲームの話するってすごいな。いつだよ俺。こいつアゴ倒していって最後ボスみたいな感じやな。そうそうそう。俺シラヌイのソロ配信見てたわ。シラヌイこれ何だっけ、何分、12、3分だっけ。うん、一人でそんぐらいだったね。一人でやる意味あんの。なんか一人だったら HP 調整されるんだよこれ。あ、弱くなるってこと。そうそうそう。ああはい、ノラのにやべえの引くよりはそれでやった方が早いもん。ある程度強いやつは一人でもらうかもしれない。じゃあ総局のよくわからないメンツよりはいいかもしれない。8人っていうのかな、なんか32人ぐらいのでっかいのやったらいいのにな。せっかく広いマップやのにな。そのうち出るんじゃない、最初だからね。まあないきなり32人やって揃いませんでしたみたいな。元々デウス33人でやってましたけど、バグで。そうなの。うん。実装してすぐされてすぐぐらいなんかバグマッチバグって33人とかでやってた。はい、最大。よし。ミクロンもしかしてテクター？テクターじゃねえや。フォース？テクター？ミクロンテクターじゃん。これ、緊急いいのも出るの？わかんない。え？出る。てか、緊急は正直経験値目当てかな。ドロップ全然気にしてないから、いまだによくわかんない。ドロップが滑るんじゃない？緊急。俺はまだ経験値のために来てる。経験値のために来てる。なんか、この緊急限定ドロップみたいなのないから、ね。ないや。もしかしたらあるのかもよ。能力とか。能力か。情報全然集めてない。PSO2 のあの時代みたいにこうなんかめちゃめちゃアイテム出るってわけでもないからさ。最初だからそんな出ねえだろ。ストーリーの最初とはもうひどいもんだったぞ。そうなの。最初知らないもん。うん、みんなでザウなんですけど。マジ。マジみんなでロック部屋ですけど、ロック部屋やったら4人で。で一番最初の近況は1個しかなかったからな。パルスアームしかなかったからな。全員でアームやってましたよ。あのゲームってどこら辺からなんかその緊急がちゃんと上手くなりだしたの？あんな、その時にやめたから。またやり始めたのが NG たちと一緒で、あのプレステ4入ったタイミング。入る前やった？うん、入る直前かな、多分。エピソード3の終わりだね、始めたの。ソニーのストーリー全部やったかな。詳しい。え？ラスボス倒してないですけど。なんだ、ラスボスで。ラスボスやってないでしょ。エピ1とかあの簡略化される前にやったの、あしょうもない、バッ、なんちゃらボードみたいな。バザーボードみたいなやつね。そうそう。バザーボードは全部埋めてる。バザーボードあれエピ4じゃなかったっけ。いや。あ、なんか死んでる。これどうやって。あ、マップ開いちゃった。やばいやばいやばい。
これ凍らすやつ必要じゃない？え？凍らしてますけど。これゾンデの方がいいんだっけ、こいつ。ん？ゾンデの方がいいんだっけ。お、なこれ。ゾンデだね。あ、ボスや。17年レベル。ほら、頭殴ってみたらどうなるとかあんの？わかんない。やってみたいよね、なんか固定だから。あとは打っていいだ。頭みんなに狙ってみようぜ。で、頭みんなに狙ってみようぜ。頭でもなんか上があるよね。近接むずそう。ちょっと狙える気がしないです。来るやん。どこがいいこれ。じゃあ足でこかして、うん、コア出させてそのコア殴るがやっぱ定番かな。足打ったことでしょ。LG は2回ぐらいしようなこのボス。やったね。初見じゃないでしょ。あ、やったやった。え、多分俺どっちも行ったことあると思う。ああ、あこれか。うちはそれ近くない？尻尾切れるこれ。尻尾切れる。尻尾は切った方がいい。あれそうなんですか。うん。尻尾攻撃なくなるからね。尻尾攻撃が当たらりづらくなるようは。このゲームでも V 破壊で意味があるんですよ。これ壊してみる？ああ。キャンセルは入りますよね。あ、ダメだ。ちょいですけど。壊せないですか？固定に一回壊してみたいよね、全部。したらダウンとか取れるのかどうかって見たい。これね、多分当たりづらくなる。尻尾ないと。尻尾壊そう。はいよ。尻尾振っていいよ、ビクバレ。はい。いや、それこれは怖。これ何これ？ブレイク？ナイス。上手じゃん。やっぱ肉バレ打つときはね、近づいて肩腰が強いわ。こういう時は全然そのままでいいんだよ。は？なんで？すぐダウン取れ。これ何？二つあるのこれ？こわ。二つある上下、左右に二つある。勘違いしてた。すぐ来るやつだった。なこれ。羽壊れる。惜しかったな。
口から出してる間も一応足でダウン取れば解除される、うん、大体足で解除される、うん、ダウンサイド取れば、倒せ。いや、受けづらい、受けづらい。いっぱい死んだ、こっち。もうちょいでダウン、ブレイクダウンしますね。ほとんど溜まってる。見えない、見えない。アニすぎな、これすごいことになってる。あの画質落とさないと分からないね、これ。これ終わったらからかな、ブラストは終わってからかな。灯籠が打っちゃってるな。ここですよ。これ一気に削るみたいな感じ。そうそうそう。これが一この時は一番ダメに入るかな。倍ぐらい入るかな。確かに。入る。かなり入る。なんかちょっと歩いたけど、アパリくれボス。これが尻尾ないじゃん、こいつ。本当だ、いつの間にかいなくなってる。重い重い。ザコダウン。ザコダウン。ウルツピアとかいうザコダウン。マジで死にやすいよな。なんか武器アクションがあるとは言えどさ、簡単に死ぬ気がするわ。どうする、どうする、きついね。あ、11,089とかダメージってあるわ。あ、何か ああ、そういうことっすか。そういうこと。なるほど。なるほど。狙った方がいい。ダウンとかじゃなくてダメージ入るんだ。単純に。これはどんどん壊していった方がいいの。なんなら。これ？ほんまや。これも？今のワンチャン終わってたけどな、あれ。そういうことか。知ってるから。え？あとなんか走ってるから倒しといて。あ。あ。キー君はなんか2つ出した。おる。
ペターみたいな人3つぐらい出してないけど。やる。こんなことある？知らぬ犬揃える遅いですけど。これどうやって帰ろう。いい長押し。俺が帰らな帰られへんみたいな感じ。帰れる、個別でも帰れるけど、NG が帰ったらまとめて帰れる。なるほどね。全然出ないな。キサージュウィンドウ。そうね。なんとかレベルいくつみたいなのついてるのが今のレア。クサーみたいな。テルミナ。そう、なんとかかんとかみたいな。それが星4についてて、かつレベルが高いのがレア。それ狙いってこと。それが出ればかなり、しかもワンチャンレベル5とかついたら 3M とか出れると思う。普通にレベル5まであるの？レベル5まである。うーん、5の能力付きのレア3とかレア4とかだったら結構な値段で売れる。多分レア3でもなかなかいい値段で売れる。そうなの？うん、 500K とか 1M ぐらいで売れちゃう。出てるわ。レアにレアさんあたりでも初心者がこう買ったりする。ああ、なるほどね。情弱を騙してる、もしかして。そういうこと。シルバーについてないでしょ、どうすん？シルバー、わかんない。シルバーに出し、シルバーは、まあ、もう、意味ないから。諦める。それは諦める。そう。まだシルバーももしかしたら叩いたら強いかも。実は潜在めっちゃ強いかもしれん。今日でミークイックで使おうとしても、防具は今のところ全部売っていい、いいな。星4は残してる。これは星2以上であれば、星2に星2を5個食わせて強化値10にして、その強化値10を星4に使うようにして、そうね、やると、あ、そっちの方がグラインダーとかメセタとか安くする。裏技だね。ビアールとアーマーありますけど、まあどうせすぐ溜まるからいいよ。やりゃすぐ溜まるから。まあね、これアーマーも、あ、特殊能力みたいについてる。ついてるけど、まあ、基本的にアーマーは使わないから。使えへんの？アーマーは星4でなんか一つっていうか、まあ、いいのがあるんだね。ああ、それ一択みたいな感じ？一択、うん。いや、それはもう一択っていうか、まあ、好みの問題じゃない？死なない方がいいのか、火力上げる方がいいのか。変わるっちゃ変わるけど。大やつはマジで硬かった動画見たけど。今のボスの攻撃とかは多分10とか20しか食らないと思う。強っ。なんで？完全になんか。たむろってるよ。え、テルセウスランチャーが良かったっけ？何だっけ？ランチャー。
あ、じゃあ別に倉庫に入ってる昔のっていいんじゃないの、強化されてる。なんかないの。ある。お金がまた1円に戻ってきた。え、レッサーサインとかって買えるんだ、ここで。買える。買わなくてもいいけど。買わなくていいのは、そう。毎回アルズセレクトだけ落ちるんだか。エンドレスフレンドになってるけど。やったやん。入れるやん。称号表示の人から見えてるやん。そうだよ。うん。パスコードを勝手に断られたけど。やったやん。してないけど。なんかいいのないか。ぐらいのこのゲームマジで。アルズセレクト 80% 俺もうなんか15回ぐらい挑戦して2回ぐらいしか成功しないけど。くない？ナックルゲーム。ガンスラッシュないんじゃん。ライフルじゃない。また失敗した。80% がこのゲームや。80% で実は失敗します表記じゃないの。いや違うでしょう。上娘方式じゃないの。マジ？だとしたら 20% 3つ中2つ成功したことになっちゃうけど。ああ。それはそれで運良すぎるんだよな。ライフルなんか、ほんまの銃みたいなやつしか持ってないもん。うん。まあ、それが人気だったからね。アサルトミコシあるやん。それ使ってたじゃん。できた。ザベリーキャノンを使ってたやん、ランチャーで。これランチャー？うん、ランチャーだね。バナナもランチャーじゃん。結構持って、なんか複数系みたいな長時計。まあいくつかあったね。ジェットブーツないよな、まだ。ない。それもランチャーいけるじゃん、オベルなんとか。これで？
ツイステログインしよう。始まったわ。え？ツイステログインするらしい。しばらくインしてないんやって。これ元がアサルトライフルやからアサルトライフルになるのか。ああ、マルチ化しちゃうか。そうそうそう。じゃあランチャー撃つときだけ変わるんじゃん。おやっぱランチャーの武器アクションくっつけとけば PP 回復しますよ、起爆したら。ランチャーの武器アクション。そう、ランチャーの武器アクション。これでもアサルトにあれになってるからどうなの？アサルトの武器アクションとランチャーの武器アクション別々で設定できるはず。これもしかして全部手持ちに入れとかんと武器の迷彩つけられへん。迷彩は手持ちに入れてさらにセットしておけばいいかな。キャラどうにかできへんの。エステ頑張ってください。こんな変なキャラでしなかん。なんかエステなんか配ってたよ、なんかプリセットみたいなやつ。みんなのキャラクリ集めましたみたいなサイトありましたよ。まだ色白くしたい。肌のっからなんか。裸だ。普通に上のパレットか選んだ方がいいんじゃない。下のカラーパレットか選ぶのは上級者向けでしょ。上級者ですけど。あとは血色じゃない。顔男じゃん。これなんでこんな顔になったん。血色赤じゃない。ここ選ん上級者のとこ選んでるけど。なんでこんな顔なの？これがあんの？これ LGS モデルのみ選ばなかでな。その、そうだね。その右2つのどっちかだね。スキットはめちゃくちゃむずいと思う。むずいって。嘘、俺スキットで。スキットはめっちゃむずい。今って変な顔になった。え、なんかね。あるよ、あのさ、簡単編集あるじゃん、その顔の上にさ。うん。それでなんかちょっとモデルがあるのよ、NPC の顔とか、うん。そういうのから選んだら。で、そっからいじるみたいな。量産型になるでしょ。男よりマシやろ。え、なんか重い。重いんやけど。ああ。そういうのからちょっといじっていくみたいな感じ。なんか好きそうなやつからいじっていけばいいんじゃない。何番か忘れた。すぐ数字忘れるやん、仕事がなのに。どこだっけ。
何その大きい家。ロビアップですけど。え、これどうやろう、髪型とかも全部いじり直さなあかんだと。そうそうそう。選び直せばいいだけ。瞳おかしくなってんけど。実の生えてるじゃん。これも角いらんけど。まあ後で撮ってください。あぶ。ムムタとかヘヘヘは多分バキバキだからな。やばいじゃんそんな。めっちゃ目やばいなって白目。え？一番右にするとアヘ顔だよ。おい、よくない？バカ。さっきの見てそれ見るとやっぱ NG はちょっと凛々しい感じがするのかな。男が。そう、男どんどん男になってくるね。最初のなんかモデル女だったけど、いじっていくと男になってくるね。しかもスキップ顔なんてものすごいなんか洋顔的な存在だったけど、男になってくる。これがいいか。なんか目おかしくない？なんでこうなったの？バキバキだからじゃない？見開きすぎなんじゃない？見開きすぎなんだと思う。見開きすぎって。目の話してる？うん。うん。目のところの一番下から二つ目かな。ああ。目完全に見開いてんのが、へへへと飲むだから。言ってるってこと？これでも完全じゃないですよ。落ち着かせてるんですか。うるせえでめきん。ひどくない？おお、本当に割とショックっすよ。割とショックっすよ。それが可愛いと思って。さつきに言われてたからな。でめきんぺら。ムブタに言われてたけど、あれ結構ヘヘヘもショック受けたでしょ。いや、俺に言ってたんじゃないですか、普通に。俺の SS に対して。そっか、誰かが、あれ、ツッコミ。そうなのこれ。ヘヘヘの、勝手にスクリーンショットってやったんか。これ、耳の話してんこれ。耳の話ですよ。角は？角、いらんねんけど。角は、その下にあるじゃん、下に。出します。いや、その、うん、耳角の下、それなくせばいいんだよ。
髪の毛は？ヘアスタイルだね、上の方の。ヘアスタイル。これでも NGS のやつしか上がんないの？いや、なんでもいいよ、髪は。あ、そうなん？髪は何でもいいの？何でもいける。コネクション持ってないの？いや、下に4ページある、4分の1ページ。ああ、これ。課金のやつは？なんか出てたっけ？もっと最後のページじゃない？多分。これ、これってな、多分。あ、キリカポニーで終わったね。え、こんな色だったっけ？こんな色の色。それあれだよ、あの変更項目のところで髪の毛のとこを切れば元色になるよ。ん？え？変更項目だね、うん、一番の下のさ、編集内容確認みたいなんじゃん。うん、そこでヘアカラーのとこをチェック外せば多分変える前になる。ああ、これ反映させた方がいい。うん、反映させた方がいい。あ、なるほど。だいぶ近づいたんじゃん。顔かなんか、顎かなんかおかしくない？本当にやっぱなんか凛々しいよな。眉毛の位置とかでなんか凛々されてる感じする。服はこれしかないな、とりあえず。うん。もう一個確かあったんですよ。まあ、2種類。まあ、でもそっちの方がいいんじゃない？よし、これでいいや。うーん、服も使わせるな。うん、まあ、使えるけどバグってるだけだろ。また増えるの待つか、今の体型でも使える服を向こうの世界で買ってくるからな。何種あるん？あんまない。まあ10種類なあるかないかぐらい。俺持ってないそれ。持ってないと思う、最近のガチャだから。 NGS サービスイン前ぐらいのやつだから。ラッピースーツは分かんの？ラッピースーツいいな、ラッピースーツ着とけばいいじゃない。使えるかどうかって どこにで分かるの？何が使えるかどうか。うん、何が服分からへん。使えるけど、えこっちの体型でってこと？うん、こっちの体型ではなんかセットウェアってやったから、もう登録式のやつだね、チケットのやつ。そこのコスチュームの枠には1個もないかな。そうなんだ。さっきSGスクで出たな、1個。エステ利用パスとか使えるの？これは使えるんや。うん。その辺の NPC と同じ服になっちゃった。歩かなくていいから一緒に。
いいから直しちゃう。歩いてあそこまで行ってました。あの、たまり場まで行って歩く。いや、もういないんで。あ、おるわ。運ぶか。たぶんやってない、ほら。こうのが人数多いですけど。蹴ってる。もしかして僕たち負けてますか？ NPC みたいに突っ切ろ。わけわかんなく笑ってくる。プロシロ世界おるやん。マジ？マナちゃんをやってるこれ。やってる。CM 掲示板みたいなのない？え、前のあっちに戻ればある。ああ。チームルーム実装してほしいよね、早く。こっちで。街から人が消えそうだけど。木みたいなやつだった。うん。逆に無所属的にはあれじゃん。やばいやつおるやん。NG が好きそうなやつおるやん、ここに。ヒカゲおるよ。ヒカゲおるよ。やば。ロールプレイしてるわ。なかなかエグいプレイ、エグいのプレイしてる。ちっちゃ。こんなちっちゃくできる。これミニスーツだね。体型固定されるやつ。へぇ。なんか知ってるチームの人おらんな、あんまり。いや、結構いるよ。なんかその辺ブロック移動してたら。うわ、見たことあるわ、みたいなやつ結構おるわ。一番多いブロック行ってみよう。ブラストインしてるやん。返してーって言う。じゃあどう？うん。結構まばらやな、ブロック。なんか自動で飛ばされるとことか結構あるんじゃないかな。ある程度。バグってるこの。なんか明らかになんか男みたいなガタイしてるやつはバグってると思う。ああ、なんかクライアントだのあれだ、タスクの表示バグってる。全部受け取りだよそれ。これどこにあるの？下に表示ないけど。多分あのね、クラスマスターがいるとこだと思う。どこどれ？いや、多分あれじゃない。中入ったとこじゃない。中入って移動したとこ。あの中央のタワーの中か、うん、指令室みたいなのか。ここ入って左右のなんか。しか。あ、ほんまや。全部受けといたら。赤箱とかあるで。接点の斜めおるわ。これで最上位ブロックに用意したら。赤いってな。では、え、N氏おるよ、N 氏。あれ？なんか、ワットソンみたいな見た目してるわ。どこ？002かな、これ、多分。お願いし。002はエッセの前かな。確かに。本当ガタイよく見てる人かわいそうすぎるだろう。あ、アバズレ、俺アバズレだよ。タロウキルテみたいな格好してんな。うん。
ャバズル以外でかいとこあったっけ。001へなんか溜まってたとこなんだっけ。わかんない、あれそこはいろんなのがいるから。あれは、よせな。あれはチームとかじゃなくて001のためやから。あ、なるほどね。ミオニキとかもやってないんかな。やってる。そうなん。ただ FF の方がやってると思う。そうだろ。仙台シティおるやん。ルダクライシスおるわ。負けられない誰。ルナクラの嫌われ方と眠りの森の嫌われ方に似てるよな。ルナクラって嫌われてる？ん？いやなんか当時嫌われてなかった。メルなんとかやんな。うん、最初のね、サラシスレにめっちゃ見た気がする。なんで極端にこのブロックだけ多いやろ。それ推奨いったら配信したやつおる。おらんやろ。ってこよ。正直シップ後って配信したやつ G ぐらいしか俺知らないけど。猫の洋菓子お茶会いっぱいおるで。うつらいたよね普通に。うん。だってやらないとけ。服薬？うん。F9 でクイックメニュー出して。そこからだね。これ何てやつ？それは分かんない。コラボ本だから持ってないと思う。いや持ってるこれ。これなんか真似するみたいななかったっけ？モノマネは最初からモノマネ。女の子は NGS の顔慣れないっつってるわ。ダキムを食べる。そんなんやりたくないけど。魔女みたいなやつやりたい。私は大砲よってきてるわ。あれじゃん。猫のお茶菓子返しからたまりばりしてんじゃん。ブロックされてるからどこにいるかわかんないけど、俺ラムザ見たいんだけど。ラムザはあれから成長したんかな。今のラムザと今のリサで同窓会してほしいわ。知性見て、なんだっけ。ラムザおるんほんまに。しいよ。なんでわかる？フレンド、フレンドやったと。メフィアがフレンドらしい。ブロックされてんかな。俺らはされてる。なんでわかる？ツイッターもされてる。俺も？うん。俺関係なくない？なんでブロックされてる？え？リサが俺とか NG に相談してたからじゃない。うん。リサのことをめちゃめちゃ嫌ってる。リサのことがめっちゃ好きだったの。めっちゃ好きなの。ああ。ガチ恋してたの。嫉妬してってこと？リサは俺が守るオチで言ってたやつから。でもリサの子強い。おもろい。
ドブチューブ出しばっかりやろ。属チームなしのやつらスカウトしていかないの。やばい、もうスカウト中のやつらがいっぱいいるんで。そうだそうだ。これだ切ったんだいぶ。結構切った。20人は切った。切ってこれな。切ってこれ。やばい。LG がやりすぎたよ。まあ他のしばらくログインも切ったらもう。よくない別に。まあね。君やろ。ちゃんだけ残ってて。フレンド申請しとけばみんな。しばらくログインしていませんってなんか、いろいろと関係性あった人は。関係性あった人は全員なんか連絡先知ってんよな、多分。ああ。じゃあいいんじゃない。チームメンバー募集中のたまりあるわ。どこ?028。チーム入っていいですかって聞こう。総局罰ですけど。水なすもやってるのだって。クラウド共有っていけろ、ね、はい、入れる。入れる。やばいとこ、クラウドって。いや、やばくない、別に。スイッチ版と一緒に遊べるところですけど。スイッチで動くのこれ。動くかやろ。FPS30 とかじゃないの？そんぐらいだと思う。でも、双極のやつ、俺で。なしっていうの。その人、クラウド共有から出てこれへん人ちゃうから。ガチのスイッチ勢しかちゃうから。LG が適当にあのさ、あの上から順番にスカウトしてくるから入っちゃったんじゃない。ってことは年齢層が低いってこと？子供のスイッチ取り上げてやってるお父さんかもしれへん。話追いかける？どこ行ったんやけど。右の方に行ったのが見えたけど。あ、フリーダムの空って人いたな、これも。誰こったか全然覚えてないもん。やっぱなんか一つ、一ブロックに一人ぐらいは知ってるやつ絶対いるな。あれやろ。おるよ。リナみたいな人が。やってんかな、あの人。やってんじゃない？だってあれクロムペルナーとか見たよ。あれ見た、あれまだ見てない。クロコ見てない。おお。こういえば。クロコもビータとかでやってたから、スピック足りない説あるな。うちこいつでかすぎじゃない？どれ？どれ？俺の目の前でやつ。雲なってる人？ああ。よ、ちっちゃいで。目の前に誰もおらんけど。これこいつか。え ？NC のやつ。あ、そうそうそいつそいつ。これ使う。遠いぞだいぶ。おでかい。ここにいるんだけど。その人さ。うん。別人か。動機ずれいく。それあれじゃない？もしかして。あと防具40作ってる人じゃない？マジ？装備見てみて。どこ行った？逃げられた。早もうなんか終われへんんだけど。どこ行った？消えた。消えたよな。装備見てみて。どこ、わかんないけど、正解の。070だけど。そうなんだ。武器はフィクサーアタックレベル5の星3。ずれまくってんの？俺の画面におらんわ、そいつ。俺多分その人だと思うんだけど、なんか、ツイッターで見たのとその人だった気がする。クソ、クソデカ。この人がなんかマッシブ使ってドラゴンの攻撃12とかに書いてたの見てた気がする。強っ。サピオってやついるよぜ、G。誰？誘えよ。誘われるのか。誘えないよ。サピオとゴール。クラスカウンターのところ。サピオとそう。周囲のキャラクター。どこにおるのか。
あ、プラスカウンターとか。よく来たな。まあ、あんまなんかいいセンスの人いないよね。やっぱいい名前なの、へへへぐらいだわ。なあ。ね。センスあると思うわ。なんでへへってつけたそれフレンドだけ。あ、フレンドや。なんでフレンドだったまあいいや。フレンドでお前が欲しいってやべえけどな。逃げよう。おもろいわ。やばすぎやろ、マジで。これ撮影推奨行った方がいいな、やっぱり。うさくらやん。さよおるやん、さよ。マジ？さよんぞ、おるやん。でかない、なんか。いや、それバグ、それバグだね。がたいよく見えるか。でか。多分、さよは総局のこと嫌いだよ。そうなの？わからんけど。俺一緒にこと、俺一緒にこと言ったことあってても。NG スクラッチ引かないの AC スクラッチ。いるけど。待機モーション引かないの。それ。新しいやつ。そう。立ってるだけのモーションも増えてんねん。それ、設定できる？できる。できる。持ってて、使えば設定できる。エステで設定できる。ロビーアクションじゃない。ロビーアクションじゃない。ほんまに専用の立ちモーションだろ。 SG スクラッチにある指引けばそこの手のとこ指設定できますよ。今から引く配信するんでしょ。引くよ。金入れられへん。まずクレジットカード、まだ入れらんないの。なんかバグったやろ、認証メールみたいな。LINE ペイとかしたら、じゃあ普通のペイペイはあるやけど、 LINE ペイはあれ、 LINE ペイとかメルペイは使えるよね。メルペイもない。メルペイってメルカリってこと？メルカリ。メルペイは使わないけど、 LINE ペイはなんか後々別に使うこともありそうだなって感じだから、俺はあれしたわ、登録したわ。空港とか LINE ペイでめっちゃお金もらってるじゃん。なんか、溜まってるやつおる、階段に。お、ほんとだ。なんてとこ知らねえ。なんかバラバラやろ。なんかバラバラ多くない？カビパン。配信してんじゃん。あ、撮影ブロックだ。かもしれへん。映ってる？わからん。シンバラってのも、ぶち込んどくか。あ、泉が親友だ。俺や、よう見るな。なんかちっちゃい。それミニ服だね。はっちゃん。バニアップ知ってる人いるかな。今日クラウドの撮影ブロックか。どんなんの。あ、俺の方にある。あ、猫の洋菓子のお茶会だ。ああ、さっきのとこか。猫の洋菓子のお茶がいっぱいおんな。いやね。
茹でられとこ。どうやって座ったん？腰掛けるんですけど。腰掛けるないんですか、もしかして。そう高いロビオですけど、今だと何もないかもしれない。なんかの特典系だよ。なんか本の特典じゃなかったかな、腰掛けるは。ラベットって売ってる。ミスってますけど。座る4あるんで。普通やっぱ貫通してんな、なんか。あ、座るようになってる。これは俺馴染んだわ。これは猫の洋菓子お茶会に馴染みました。やれやれって思われてる。やれ。なんか来たわ。まあ相手してあげますか。京子ってなんか見たことある気がするな。猫の洋菓子お茶会はいっぱいいたよね。うん。レクイもおるぞ。ルルームムータのとこじゃん。ムムタ元気って聞いとこ。その人今日緊急一緒になった時にジロジロ見られたの。なんかそこレクイエム、俺の顔のあのシンボルアートを使ってんやって。あーらしいね。NG のやつも使えと。あのねは。その人何時間前からそこいるから放置してそう。放置ゆい、キツネ耳してる、ちゃんと。ここ猫のお茶会しかいねえな。そういえば、トスのソードさらすらに NG 書かれてたじゃん、また。なんて、トス？やってないのに。もうやってるけど。本当にやるやつは誤差場には行かない方がいいぞ。NG がいい。おもろい、おもろいこと言う。書いてあるやん。書かれてたよ。002でも行こう。よう見てるやんってことだけど。知ってるよ。今も見てるから。00に人いな。あ、フェリシアでしょし。なんか見たことあんな、俺。そのミッフィーマーク、もしかして総局だから喋っちゃダメっていう意味なんじゃないの。当局とは喋ってはいけない。棺桶ぶら下げるやん。引けるもんなって。さあ、どっちで。あ、聞いた。なんで。
あ、いいのもないな。ちょっと繊細な動きができへん。繊細な動き。写真撮ってる。いいや。当局には映りたくないって言って一人消えましたけど、ざわざわし始めたら帰ろう。やばい。ざわざわし始めたら55帰ろう。50超えたっけ。うん、シビリングどうしたキルでいるじゃん。トスメンバーが集まった。全然狩りできへんやん。狩りできへんって。狩りせえへん。できますけど行けば。行きたくない。なんか服おかしくなってパンツ丸見えなんだけど一生。はい、じゃん。普通貫通してるのどうにか直れへん。これアクセルの位置いじるしかないじゃん。足やと考えても足の裏今日は足の裏見せないからいいんじゃん。別にスマホなくなった。予約しなあかんかった。そりゃそうでしょ。予約した12時しかできなかった。寝てんじゃんその時間。大丈夫、おかんの、おかんもスマホにするから、ついでに行こう。ガラケーからついに充電できになったって言ったから。変な単身のやつ。そう。やっと。ガチで彼氏だと思うかな。ゼリーキャラ20。もうでもなってるよな、時間的に。なってる人はいるやろな。うん。
まあ、スマホ変えるときって何が何だっけ、今すぐ変えれるんだな。でも確か、うん、だってあれだよ、端末のSIM カードを差し替えて初期設定するだけですよ。うん、あとは向こうの情報管理ぐらいじゃない。スタンプって何？スタンプは新しいコンテンツですけど。作れるの？うん、出る。作れる？いや、で、いや、作れない。せいだがスタンプうざいって切れてて、この間。でかくどうやって売りすぎる？え、こっちのスクリーンショットのこと。あれだな、サブキャラ見てこよう。多分いろいろ持ってんだよ、サブキャラ。フレンドメッセージ変更かい？あ、フレンドリストになんか表示されるやつじゃない。もらえるいっぱい。ああ、そう、分かりにくいよね。うん。ロックオンの切り替えワンプッシュ。ロックオン優先対象キャラクターの方向。だいぶ当たっ、パーティー設定の保存した方がよくない？いや、保存はだからなんか毎回パーティー組むときにパスワードとか全部固定されちゃうよ、そしたら。うん、はい、ガーニア、ガーニア、タワーアクセスできないのかな。
こっから移動できるようにしたいのにな。ブス最高。こっからって？やってバーディー。31時間しかしてませんけど。飽きたわ。やることないよな。まあ、いつものプソリーって感じじゃない？いつものプソリーだね。まあ、文句言ってるやつは多分プソリーええやっぱやな。いや、ひっくってやつはよう、ずっとやるやつ。プソリーより劣化してる。ああ、なんとなくわかる。俺もプソニー方式とかいいな、なんかこれやったら。いや、だって何年か VS、あれでしょ？あの、カウンターに行ってやりたいときやるみたいな。あの、カウンターをなくしてだから、このメニューから行けるようにしてくれたらもっとよかったな。カウンターね。それか、もうずっと同じ場所で、湧いてほしい敵。ああ、昔のバーストみたいね。そう。マップが広すぎて動くのがめんどくさいわ。戦うのはいいとして。結局緊急ゲー。緊急でもそんな上手くないやろ、なんか経験は上手いかな、思うけど。確かに中発だってのしらも経験値目当てかな。普段の狩りは何目指してんじゃん。ドロップでしょ、このこれウサーテルミラーみたいなやつ。うん、これ上限解放できるじゃん。もうそれ上限解放してもいい、これ。この武器使う、ずっと買わない。使えへんのこれ。え、俺は今投入してるやつ今すごい。星さん4はだからシスライフル。ピクサーなんとかがついてなかったら使わないんじゃない。あ、もう40しちゃってんのか。まあいいか。じゃあピクサーなんとかって言ったらそれに乗り換えたいってこと。これ40壊しても40なれへんじゃない、多分。わかんない。ならなさそうな気がするけどな。あ、なんでやってみるか。あ、なんでしょう。普通に考えて。34だね、40マックスぶっ込んで。40マックスぶっ込んだら40なんの？40マックスぶっ込んだら34になった。ああ、まあでもいいな、それ俺と。そうだね、まあ更新はできそう。結局は管理しなあかんのか。マイショップとかで売ってないの？まだ使われへん。買える。マイショップはビジフォンじゃなくて NPC になった。
掘れんの。サーナーとかって言ってるやつ、これ、だって、潜在能力、なんだ、特殊能力数。どうやったら、あれ、通じるかどうかわからん。プリセット能力、これか。価格順高くできるのこれ。価格を2回押したんじゃない？もう1回上のタブを。どうぞ。価格ってタブあるじゃん、上に、うん。その価格表示検索した後に。ああ、はい。上に、それをもう1回価格で押したらタブ変わると思う。これ、高い順これ。高い順か。レベル2しか追ってないじゃん。安すぎでしょ。え？不純みたいな感じになってる。不純ではないけど、でもページに行ったら3万とかあったら。うん、高い順、そのページ内の高い順なのかな。かもね。いや、高なってんな、なんか。安いもん順になってる。レベル5売ってるやん。よ。リサージュライフルとリサージュやったらさ、ランチャーも融合できるってこと？できる。リサージュの方が良くない？じゃあ。7M やって。かな？高すぎそれは。みたいだじゃない。威力 5%。 いい。そう。じゃなくてフェタルかなんかの方が強いかって気がする。でもリサージじゃないと融合できへんねやろ？できない。じゃあリサージはいいよ。リサージは全種類あるのかな。ビアルトは？ビアルトはライフルランチャーって一生はないんじゃないかな。なんだっけ、いつぐらい？あ、そう、このテーブルっていうのが今一番強いらしい。ビアルト強ぐらい？気候の方レベル1、威力 18%、 攻撃時 PP 回復 10%、 PP 自然回復速度 10%。 そのテルミナっていうのがやっぱなんかね、リサージュの潜在がクリティカル率発動 15% 上昇みたいな感じなんだよね。で回避したときに30秒間クリティカル発生数が 15% 上昇で、かつ、まあ、ここがテルミナ。クリ発、クリ発か、こっちは。そうだ、ね、リサージは。ここテルミナでクリ発ダメージ、パーセンテージが上がるやつだったら、これも好みの問題になってくるわ。まあそうだと思う。まあでもリサージュがいいな。絶対複合した方がよくない？ランチャーと。レンジャーに関しては俺はそう思うな。複合した方がいいよ。複合した方がいいよ、うん。リサージュどこ出てんの？わかんない。多分全域どこでも出る気がする。わかんない。
リサージュがじゃあ結構レア部類に入るってこと？星4はまあどれもでレアかな。一曲界ではあのレベル5のやつ引かなあかんとか。うん、そう。リサージュ出したとしてもね、まあ最低レベル3か3ぐらいから使いたいね。うん。3があれば俺は多分使うかな。んランチャーも3つけなくなること？いや、ライフルで3がつけば、そのライフル強化して、あ、そうかそうか、マルチやから、こっちに帰属するか。そうそうそう。バッとね。最悪だから、リサージュ武器1個、こう、5をバンって言って、買って、うん、で、ランチャー。ぶっつけてみたいな。うん。と思う。全然ありだと思う。安くてレベル5のやつを買っちゃって、でそれに、リサージュの自分の使いたいやつをつけていくみたいな。うん。数決まってんのかな、マルチウェボンって。2つじゃないの。こんな何個もいけんの？わかんないけど。何個も無理でしょ。一つのキャラで良くなってまうやん。いや、終わるか。